こんばんばはシックストーンズが世界一大好き893チャンネルですはい今日はですね「FNS 歌謡祭2023」がテレビで放送されたんですけど今日は旧ジャニーズ事務所スマイルアップ所属の人気アイドルグループ SixTONES が登場して新曲「a n セ e m を披露したってことで話題になってますねでちなみにこの曲なんですけど 2024年1月10日にリリースされるアルバム、The Vibes のリード曲ってことなんですけど、この曲を聴いて思ったのは、いや、なかなかかっこいい曲だなと思いましたね。はい、うんまあ。というのもね、今ね、ちょっとジャニーズ事務所、まあ今はもうジャニーズ事務所じゃないんですけど、やっぱその事務所がね、まあ例のあのトラブルで、今、すごいね、まあいろんな問題が起きてると思うんですけど、 まあその中でもね、まあ、シックストーンズはまあすごい頑張ってるなと思いますね、はいいや。というかね、あれですよね、なんか、まあ、このね、アンセムって曲を聴いたんですけどいや、本当にいい曲だなと思いましたね。はい、というかね、最近の,そのシックストーンズの曲って、すごいね、あの再生回数、まあ、YouTube とか見てても、再生回数がすごいし、 なんか前回出した曲だっけ、なんかこっからって曲だったと思うんですけど、それが、ね、YouTube だと1億回以上再生されてたと思うんですけど、今やっぱり、ね、あのその旧ジャニーズ事務所グループでは一番、ね、勢いにある、ね、あのグループかなと思いますね。はい、で s、まあス t o n e s っていうと、ねまあ、今度あの発売する THEVIBES の,、まあのリード曲ってことなんですけど、この曲は。はい やっぱりあれですよね、s n、まあ、スノーマン今だとね、SnowMan と共に、まあ、人気の,その第2巨頭をリードしてるって感じですよね。キンプリがね、やっぱりその平野翔く君とか、まあ、岸優太くんとかが抜けちゃったから、今はね、やっぱりシックストーンズと SnowMan、まあの時代だなと思いましたね。はい、でやっぱりね、SixTONES、s、まあ、トーンズってね、やっぱりあのメンバーがかっこいいですよね。 まあ、ジェシーはハーフだからかっこいいですしで京本大我は、まあ、京本正樹さんの息子だから、まあ、かっこいいのは当たり前なんですけどで松村北斗くんは、まあ、ドラマとかも一番出てて演技が上手いしで高知高知優吾んも、まあ、渋いしね、まあ、で森本慎太郎くんに関しては、まあ、ちょっと、ね、太ってるから痩せるとは思うんですけど、はい、で田中樹んは。あの まあね、まあ、お兄さんがねあんなことになってますけど、まあ、本人は真面目なんで、まあ、関係ないと思いますね。はい、でまあこのね、まあ、新曲の「はいあのね、あのアンセム」って曲なんですけど SNS 見てたらねなんかやっぱりそのファンの人がやっぱかっこよいすぎるとか。 あの本当にね、あの最高とか、あのまあ、髪型最高だなとかって言ってたんですけど、まあ、自分もね、そのファッションも含めて、シックストーンズはね、まあ、非常に今、かっこいいグループだと思うので、まあ、今後ともね、まあスノーマンと一緒に応援していくと思います。はいいや、もう本当、シックストーンズ最高ですね。はい